back into my channel, and now I'm going to watch Fake Grand Order Chloe von Eichmann's voice line. So let's check it out. Hi, it's Kuro. なんだかいろいろとお世話になっちゃったみたいね。このままさよならってのも失礼な話だし、借りは返すわよ。うん、きっと役に立つわ。だって姉の方が優秀に決まってるでしょ。お仕事行かなくていいの？それとも二人でゴロゴロする？あなたが主人で私が奴隷なのね。え、違う？マスターとサーバント一緒でしょそれ。は、はい。クロはご主人様の奴隷です。どんなご命令でも絶対服従って冗談。本気で引かないでよ。冗談よ、冗談。ちょっとなんか今私のママっぽい人と連れちゃったんだけど。しかもあれ、胸当てをつけ忘れてるのよ。指摘しなさいよ誰か。あの銃、あの声、間違いなくあの人は私の、うん、違うわね。彼はきっと最後までアサシンであり続けた。私の知らない想像もつかない道を歩んだのね。彼の背中、見覚えがあるわ。私の知ってるのより随分大きくたくましくなってるけど、痛ましいまでにまっすぐなその立ち方はずっと変わらなかったのね。お兄ちゃんなんて絶対呼んであげないけど。不肖の妹がお世話になってるわね。あの子本当のお天気だから、あなたがちゃんと見ててあげてよね。基本頼りないけどまあたまに強くて頼もしい時もあるのよ。あれでも好きなもの、相性がいい人かな。魔力をいっぱいくれる人は。嫌いなものって言ったらそりゃもうあれよね。うじうじしてる時のイリア、一度覚悟しちゃえば強いんだけど、それまでが長いのよね。聖杯ね。人が何かを願い、そして叶える。それが善であろうと悪であろうと、私たちはそういう生き方しかできないわ。魔力が足りないな。どこかに魔力をたっぷり溜めたら可愛い女の子いないかしら。キャスタークラスを狙うのに。今変なところタッチしなかった？こんなにたくさんのサーバントを従えているなんて、あなた本当に何者？魔力とか精神力とかどうなってるの？っていうかあれよね、一番おかしいのはどんな英霊とも会話できるそのコミュ力よね。自覚ないの？あなたの魔力はどんな味がするのかしらね。冗談よ。もし私が本気になったら抵抗なんてできないし、する気もなくなるわよ。不思議ね、あなたが部屋にいることでこんなに心が安らぐなんて。家族以外でこんな気持ちになったのはあなたが初めてだわ。ちょっとだけ。肩貸してね。やらなきゃいけないことがあるんでしょ。ほら、私も付き合ってあげるから一緒に行こう。何よその目。知ってるわよ、他の人たちは脱いだり着替えたりしてるって。期待してたんでしょう、そういうの。ほんといやらしいんだから。順調じゃない。私どっちかっていうと尽くすタイプなんだけど、見つがれるってのも悪くないかも。だから脱がないってば。そんな子犬みたいな目をしてもダメ。まったく。でもまあ最後くらいならって、なんでもない。ああ、she start to become a tsundere now. Look at that car design. まさかここまでしてくれるなんて。
あなたって本当執念深いっていうか。いいわ、今だけ。少しだけなら見ててもいいよ。Oh, so she only got one costume, unlike Ilya and Miu. I thought, she's going to wear the school uniform too. それじゃ、気持ちよく暴れましょうか。魔力は十分。さあ、相手してあげるわ。そんなに見たいの？こうしてほしいんでしょう。ふん。そうしたいの？いいわ。とっておき、見せてあげるわ。はっ、行くわよ。こっちよ。バイバイ。山を抜き、水を割り、なお落ちることなきその両翼、核翼三連。冗談でしょ？魔力切れ。Somebody kiss her quickly before she dies。覚えたわよ。絶対後で泣かすから。もうやられちゃったの？早すぎ。次はもっと頑張りなさいな。はあ、ちょっと疲れちゃった。魔力供給お願いしますか？She got a very cool noble phantasm and I really love this music. Okay guys, so that's the end of this video, which is the voice lines of Kuro, and I think she's a very nice girl but a little bit pervert too. And now I'm wondering that she's going to chase cute girl in Caldea in order to get the mana supply. And it's gonna be fun if she mistakes Paris or Astolfo for girls. And so this Kuro only got one costume, unlike Ilya and Miu. I thoughtshe'll be wearing the school uniform too. But aside from that, I really like her personality because she's so energetic. And I think she's a very reliable servant even though she's still a kid. And I think Noble Phantasm is so cool because she was using Kanso and Bakuya to beat the enemy. So thanks for the one who shared the link of the video in the comment section. I really appreciate it. And as usual, if you guys have another video that you want me to react to, just put it in the comment section. So thank you guys for watching my video. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you again on my next video. Take care.